野崎チャンネル。プロスペースということで、まだまだ声がこんな感じですけども、ね、今日はちょっとプロスペースアニバーサリーやっていきましょう。ということで、まずはですね、ちょっとこちら、を見てください。マンスリー感謝祭、10連プレゼント福袋ね、やったんですよ。ね、シリーズ2がね、出てくれるとありがたい。もしくは2枚引きが出てくれるとありがたいって言って、その中でね、やった結果がこちらです。ね、じゃーんとね、まあ応援団出てきて、僕はこう S1 つがね、確定っていうね、というところでね、山本由伸ね、2枚引きあるか、そして頼むからね、シリーズ2がね、来てほしいっていうね、中でなんとね、来たのはこちら、アッキーノ、ね、数値はいいのよ、結構ね、パワー、総力、同値かな、数値はいいんだけど、用事ない、全然。で、続いてこちら、ね、見てほしいのが、ここの、ダルビッシュ大抽選会、結果こちらです、なんと、ね、いい賞、まあまあ当たりでしょうと。で、次、わあ、ダルビッシュコラボ、スパイク当たったのってめっちゃ焦って、びっくりしたの。わあ、当たったとした。これ、全員に当たるやつじゃん。これ、多分、全国のプロスピユーザーの皆さんが、多分、焦ったと思うよ。うわあ、スパイク当たったって、これもう。絶対、これでびっくりしなかったやついないと思う。全員スパイク当たったと思った、だろう説。里崎は捉えたい。続いて、こちら行きましょう。育成ストリートね、言ってきたから、報酬をもらってね。まずこれ行きましょう。ね。なんとか欲しい。山岡、モイネロ欲しい。山岡、モイネロ。これがね、一番欲しい。二人。ね。さあ行きましょう。レッツゴー。まず、第二弾。ね。さあ。山岡とモイネロが来たらね、もう当たるよ。さあ、どっちかな。カモン。大竹。まあ大竹いいでしょ。俺何気に大竹の A 持ってるからね。何気にね。だからまあ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 いいでしょ。この 10% 契約書もう1日切ってるからね。これいこう、 10%。 まあどうせ当たらないやろ。これだったらね、もうえぐいよ、喜んじゃうよ。たまにね、まあ実家だからね、たまにはそれ当たるやろっていうね、ところで。はい、甲斐ね、甲斐拓也いっぱいあります。アニバーサリーガチャいきましょう。まずはね、山岡。俺オリックス枠がさ、胸のベストナインだからさ、オリックス枠が欲しいっていうところで、まあ、あと山岡もね、すぐ極みにできるから、今まで一回も極みにして持ってないからね。A とかいっぱい持ってるから、山岡がね、まず欲しいっていうね。で続いて、モイネロ。これ、モイネロなんかもういろんな人が言うには、もう最強説はあるからね。VIP さんも全く、こうね、ストレートが A だから飛ばへんって打たれても。だモイネロも欲しいね。うん。で続いて、高橋光だ。極みにできるけどね。リアタイとか使われへんやろ。ねえ。中央時代な。大号。ねえ、これ楽天ファンの皆さんが選んだんだろうからね。ぶっちゃけ一番用事ない。用事ない。もう使えない。ポランコ。ポランコ。フルヒ連発。用事ない。マルティネス、もう経験値に回した。いっぱい中日のやつ持ってたけど、もう使うことないやろうと思って。用事ない。村上、これはいいよ。村上いいんだけどさ、前のさ第一弾の時の動画でやったけどさ、宮崎とさ佐藤輝当たってんだよね。でサードばっかりになるじゃん。だからファーストで使わなきゃいけないんかっていうところもあるからね。まあ当たったらいいけどね。一番候補じゃないね。牧もいいね。牧当たったら呼吸 F って、お前リアル追求しすぎかっていうね。まあまあ牧でもいいね。で大竹さっき当たったよ。だから9位3にしたら請求同値だね。ね、
まあなかなか使いづらいよな。まあ育てるけどね。で坂本サード守れるからね。これ宇野さんいるからね。まあ坂本取ったら坂本にするけどね。西川もいいね。西川も極めできるからね。もう FA したからね。広島バージョンもう最後かもわかんないからね。広島枠としては取っておいてもいいかもわかんないね。石川ね、用事ない。というとこで一番欲しいのは山岡とモイネロ。もうこの2人一番欲しいので、次が村上、牧、坂本、西川、この4人だから2分の1ね。もうあとはいらんで、本当にマジ応じないで。確定前にモイネロか山岡来たらもう最高だね。よし、まず1回目、レッツゴー。さあ、これどうだ、普通か。指名候補挑戦。さあ、最後まで行ったらなんか自チーム確定らしいね。いや、なんもないな、これ怖い。いや、怖いな。まあさすがに一発目からは甘くないか。マルティネス、さあ、いや、なんか一発目はないか。大竹、OK、これはあのね、軽症のやつでいけるよね。スタッフ2人目、レッツゴー。どうなの、指名候補。いや、あんまりか。やっぱ S4 枚引きたいよな。4枚来たら大成功だからね。でアニバー3体行きたいよね。お、これは A 確定なのか。どうなん、いや、どうなんや。でサンタナ1年間元気だったらね、いいバッターだね。いや、山岡ね、先発リーグできるからね。でミーキー引退、お疲れ、コーチ頑張れ。でソン、躍動外国人選手。で銀次、国家、これからどうするんだろう。いや、石川、怪我しなかったらいいんだけどね。いや、坂井頑張っていこう。いや、吉川ベストナイン取れなくて残念。取れたかもしれないけどね。いや、高橋コーナーポスティングできなくて残念。いや、沢村アメリカ帰りでもう一花咲かせよ。さあ、来た、行こうよね。山岡がモイネロ、レッツゴー。指名候補。いや、なんか普通だね。1枚引きになっちゃうね。もう1回、うわー、1枚引きになっちゃう、これ。いや、なんもないじゃん。カメラ来い。いや、来おへんか。途中来い。菅野、来季はもう一花頑張ろうね。いや、松田、守護神は譲らないぜ。いや、松井裕樹、アメリカでフィーバー。いや、高橋コーナー来年行きますから。いや、酒井頑張ってますから。いや、サンタナ出過ぎだから。いや、遠藤、斎藤、ルーキーに負けないようにしよう。まあ、ルーキー2年目だけどね。森浦、左のリリーフは負けないぜ、ターリーには。いや、大瀬良、こんなん俺ももっと頑張れるぜ。さあ、最後、カモン。おー、た出た。いや、マジでかぶりあかんて。こんなに、おさあ、もう今日、だからこの後3回のうちに、アニマ2人2体行こう。それで行こう。こればっかりやな、流れ全然ないな。いや、これも全然いかへんしな。これも全然いかへんしな。いや、まあ、流れ全くないわこれ。平井 FA 頑張っていこう。ゲンジどうすんや。おかわり君まだまだ頑張るぜ。西口ケガルキ、バーニューエルス見たことない、わかんない。噂メジャーでよくそう、オースな長期契約。松本剛3割ダッシュ。加藤、日本ハワイ。いや、村松、また内野手取られてるよ、ドラフトで。いくよ、ここカモン。指
め候補挑戦、そっからからの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 、ここでももう一回来い。どうなん、これはどうなん、わかんないけど、お、きそきそきそ、いや来へんのか、全然わかってないな俺。いや平先発でもよかった、ね、山岡先発リーグも、いや関根、ね、今年1人立ち、ウォーカーソフトバンクへ4人立ち、殿崎アップルパンチ、いや石川こんなもんじゃないやろ、うわーと石川ダブル、ブリンソン、いやマーカーチどうする、いや西川亮はどこ行くんや、オリックスか。さあ最後もう確定はねこの選手でいきますからね、レッツゴー。指名候補挑戦。いやもうなんか渋かったな今回、全然やもんな、ここで2枚引き来てくれへんかな、カモン、よし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 、2枚引き来てくれ、うん、まず一応確定だから2枚引き来てくれ、2枚引き来い来い来い、いや来い、いや坂本坂本違う坂本やん、そんなことある、いやー怖かった、アニバーサリーね、こちらの選手お迎えします、じゃん山岡さん。